はい、こんにちは。ご感覚みです。今回の動画ではですね、Windows 標準搭載の漢字変換である Microsoft IME、のこのですね、漢字変換機能を使って、郵便番号の、郵便番号を調べたりですね、変換したりといった、そういった便利な使い方をご案内したいと思います。まずはですね、この Microsoft IME の詳細設定というこちらのダイアログボックスがありますが、この辞書学習というこちらのタブですね、このタブの中の、この辞書の部分ですね、この中に郵便番号辞書というのがありますので、これにチェックがついていることがまず前提となります。それをまずは確認してください。これは Windows 8.1 の IME です。それで Windows ダイアログを閉めまして、それでこれメモ帳ですね、標準搭載のメモ帳で、漢字変換漢字変換の一つの、形態として、郵便番号変換という機能がありますので、やってみましょう。例えばですね、355-0211 と、こちらの郵便番号を変換してみます。範囲選択して変換キーですね。そうしますと今ここに表示されていますが、埼玉県比企郡嵐山町杉山という住所に変換できました。もう一つやってみましょうか。5ですね。355-0005、こちらの郵便番号ですが、範囲選択して変換と、そうしますと埼玉県東松山市松山というこちらの住所に変換できましたというようにですね、郵便番号辞書にチェックがついていて、その上でですね、郵便番号の こちらの半角、この半角を変換操作をすれば、もう一回やってみましょうか。350-1175、これを変換操作すれば、キーボードの変換キーを押します。埼玉県川越市笠畑かなという住所に変換できましたということですね。で、実はですね、これ、この逆もできますので、逆というのはですね、住所から郵便番号に変換するということですね。じゃあちょっと実際やってみます。例えばこちらの住所ですね。ちょっとこれ字小さいですかね。ちょっと大きくしてみましょうか。すいません、ちょっとこのままいきます。埼玉県ふじみの市中福岡、今この住所を範囲選択して変換キーを押します。そうすると今ここに表示されてますよね。全角の郵便番号と半角の郵便番号ということになりますので、住所が分かっていて郵便番号を調べたいと
行った場合にはですね、まあ、インターネットがつながっていれば、郵便ホームページで、まあ、もちろんわかるんですけれども、この IME の郵便番号機能を使っても調べられますよということになります。あとはですね、例えば Excel の、VBA といった機能を使いますと、こう住所を登録するときにですね、まず郵便番号だけ Excel のシートに打ちますよね。この番号だけどんどん打っていって、後でですね、そのマクロ機能を使って、ボタンをクリックするだけで、その郵便番号をですね、一括して、まあ、住所に、まあ、住所といってもですね、あくまで郵便番号の範囲ですから、番地までは入りませんが、その郵便番号を一括してですね、変換することで、住所の登録を短縮すると。そんな使い方もできますので、これは非常に利用価値があると思います。はい、今回は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございます。